今回も引き続きラグジュアリーフライト羽田空港本店さんに来ております。はい、機長、前回はフライトシミュレーター、ここに座ってることおかしいけどね、機長ここに座ってちゃダメでしょ。そうですね、確かにくつろぎすぎじゃない、機長。機長もしばし休憩してたということでね、今回はなんと、はい、自分たちだけでフライトシミュレーターを操縦しながら、ね、いろんな場所に行きたいなと思っているんですけれども、でもさ、なんかさ、せっかくこう、はい、いろいろさ、静岡の話題をよくしたりしてるじゃん。そうですね、だからやっぱ富士山はちょっと経由したよね。ふるさと寄ってもいいですか。いいですよ。あ、じゃあ富士山、じゃあ経由して、経由っていうか、通ってね、はい、富士山の、じゃあ、飛行機からちょっと見下ろす形でいいっすね、贅沢だそれ。じゃあ富士山通って、うん、最終目的地どこにしましょう。福岡行きたいです。あ、いいっすね。じゃあ福岡の、空港に向けて行きましょう。旧犬鳴きトンネルを見たいです。なんでそこなのピンポイントだな突然ピンポイントなんでかっていうのは、僕はホラーが好きだからです。じゃあちょっとそれが最終目的地、そこが福岡にあるってこの間知ってさ。そうですね、そうなの。美味しいもの食べるとかじゃないんだっていう。その後美味しいもの食べるかもしれないけど、そうしましょうか。そう、じゃあ機長一緒に、じゃあ、はい、無事たどり着けるように頑張りましょう。よし、はい、休憩おしまい、行きましょう。ポーンじゃないよ、勝手につけんなよ。さあ、いよいよ始まりますね。そうだね、出発しますか。そうだね、副機長の力を僕は散々借りてきたから、今回は新しく君に入ってもらって、僕自身もね、自分を試すような、そんな旅になると思う。任せてください、機長。全力でお供いたします。どこまでもどこまでも、いや、そろそうで同じ機体に乗ってんだからそうです、ね、これで一人だけ離脱しますってどっか行ってくるのダメ。びっくりしたよ、ね、今日、うん、心強い人を聞いてくれております。中澤さんです。中澤さん、どうもどうもどうも、よろしくお願いします。今日は後ろから最低限のサポートしかしませんよろしくお願いいたします。いるだけですごく安心感が。早速ですけど、はいはいはい、どんなルートで京都行きましょうか。とりあえず富士山経由して、はい、でそこから福岡に行くようなルートで行ければなと。行けますかね。承知しました、はい、最低限お花見だけセットしつつ、はい、あと操縦自体はもうお二人に任せます、うん、はい、わかりました。わかりました。あ、そうだ、これ大事なルールなんですけど、はい、左と右にそれぞれ操縦のレバーがあるんですが、はいはい、どちらか一人しか操縦しません、はい、その時にどちらがやるかっていうのは確実に掛け声を使います、はい、You have とか I have に掛け声をします、はい、なので例えば機長が操縦する時にはもう I have I have になったら You have 言います。 You have、はい、でその同じようにやっていただいて、なるほどね。あとは嫌なこと、面倒くさいことを押し付ける時も逆に You have と強い言葉だ、はい、でも機長から You have と言われたら I have しかないですから I have はなるほどね、俺次第ってことね。そうです、あ、ハブを持ってる、ずっとアイハブなのかユーハブなのかってことね、はい、ハブの押し付けなんでお互いにハブをちゃんとコールする。わかりました、ルールとしてゆっくり引きながら、やばいやばいやばい、おーっと OK です。あー、よかった。そしたら右手のパワーを2段階後ろへ、カチャンカチャン、 OK です。富士山見えたらもう見えますか、左側。あー、なんとなくシルエットがうっすら。あ、あれか、はいはいはい、9時、オッケーオッケー。あそこに向かっていきます。もう今のこのタイミングから山頂目指していってもらって大丈夫です。あー、もうすでにそこに向けて、はい、全然また景色変わりますね、はい、高さが変わってくると。よし、その調子です。うまいっすね、本当に。安定感えぐいね。あ、来ました、ユーハウ。You have、 はい、マイハブ、I have びっくりした今決めてたんだ、一番超えたら君に任せようって。わかりました。